Saprele qui no. はい、こんばんは。毎週火曜日6時からの、はい、レッツ深呼吸の時間がやってまいりました。はい、始まりました。はい、結構ね、やっぱり先週からどんどん明るくなってきてね。なんかこんばんはって言いづらいぐらい明るいですよね。いい感じになってきたね。今日もあったかかったですね。うん、いい感じに、うん、だって太陽出てて昨日とか一昨日とかはね、うん、雨でちょっとあれだったけど、うん、今日は太陽出てたからまだ過ごしやすかったかな。昼間とかのね、うん、ポカポカしてました。でもちょっとね、こんな感じでツイキャス見てる人は分かると思うんですけど、うん、ちょっと今日はマスク姿ではい、リキちゃんお風です。いや、ゲストさんにね、もしかしたらこれインフルだったら大変だからってことで、いやいや大丈夫ですよ、インフル大丈夫ですね。念のためマスクしてますけど、すいません。はい、じゃあまず最初にね、道路交通情報をちょっとお伝えします。時刻は6時1分を回ったとこなんですけど、地域密着道路交通情報をお伝えします。宜野湾市内のお店の方に、協力いただき、各地の道路状況をお伝えします。ですね、まずは宜野湾市井の崎にあるペットクリニックアネシスさんから見える国道29号線、龍大尻向け、これは全部ね、それから北中向けインターチェンジ、宜野湾の普天間神宮向かいにある三神の松田さんから見える330号、普天間ヒルズ通り、普天間交差点から維新田向け、普天間交差点から伊佐向け、安心してください。すべて。早かったですか。早かったですか。もうずっと温めてたんですよ今。安心してください。すべてついてますよ。すべてはいらなくないですか。いや、今のね、国道29号線、330号線、うん、全部ついてる状況ですね。はい、今現在ね。さっきからずっとね、安心してください。ついてますよってタイミングやろうねって言ってたのに、なんかね、ちょっと。いきなりすべてがついてるから焦りました。すいません、ちょくちょく咳き込んじゃいますけど、そうですね、はい、安心してください、インフルじゃないです。そこに持ってきます。まあ、ラジオからはね、映らないんだけど、最近本当に流行してるみたいでね、うん、すごいですよね。心配なんだけど、学級閉鎖みたいなのもなんかあるって聞きましたけど、もう那覇近辺もね、すごい、うん。流行してて、うん、で昨日ある夜の会合があって、うん、そこでもうほとんど結構な人が、うん、鼻水とかも、ね、マスクしてたり風邪ひいてるとかっていう人が、うんうん、かなりの確率で多くて、うん、だからちょっと心配してたんだけど、やっぱり翌日、ね、もらっちゃいました、ね、今日先ほどから、うん、多分 2,3 時間ぐらい前から、うん、鼻水が急に出てきて、うん、で鼻声になってみたいな感じになってきてるから、うんうんうん、まだ熱とかないんだけどね、うん、なんとかね、乗り切っていきたいと思います。なんかね、自分と会った瞬間に急激に悪化してるんでごめんなさい。なんか大丈夫ですか。本当にね、お聞き苦しいかもしれないですけど、ご勘弁ください。はい、で、ね、今日は今日は6月の9日、6月の？あ、違う。大丈夫ですか？リキさん大丈夫ですか？ね、2月の。これ多分インフルでもなんでもないですよ。なんでもないね。なんでかな。なんか69がいいと思う。なんかね、びっくりしました今。俺もびっくりした。2月の9日でね。はい。バレンタインが、ね、近いってことで、はい、ね、今日のお客さんはそれにちなんだ、はい、新しくね、最近オープンした、うん、ケーキ屋さんの、オーナー。シェフというのかな、パティシエというの、オーナーパティシエというの、そうですね、パティシエさんになるんですかね、さんがお見えになってますんで、うん、楽しみです。まあ番組中にね、
何かご質問とかありましたら、うん、あのツイキャスか、メールの方で、うん、どんどん797@fmgineman.com、うん、こちらねメールまでお願いします。はい、お願いします。ね、みきちゃん、あのメール来たら教えてくださいね。はい、ね、お願いします。ということで、まあ、CM の後、ゲストをお呼びします。お楽しみに。楽しみに。近めで喋らないとなんか、はい、はい、はい、
今日のゲストは、サニーサイドケーキスの、オーナーパティシエであります風間一郎太さんにお越しいただきました。はい、ようこそ。よろしくお願いします。風間一太郎ですね。僕なんて一郎太って言いました。すいません、なんか教科書ですいません、なんかもう今日ちょっと6月って言ったりぶっ飛んでます。びっくりしましたけど、風間一太郎さんですね、はい。うん、これはどなたが名前つけたんですか、一太郎さん。これは父ですかね、はい。なんか一太郎、はい、かっこいいですね。お父さんの中の一番になれみたいな。おー、いいですね。いいですね。すごい、一太郎。ちなみにお父さんのお名前は、さ、三木夫ですね。あ、三木夫さん。三木夫、三木夫さん。おお、まあ名前を取ったとかじゃなくて、そうですね、はい、男の中の一番になれさい。いいですね。すごいですね。すごい。まあね、サニーサイドケークスさん、うん、はい、焼き菓子の専門店ですか。いや、フレッシュな生菓子も扱っているんですけど、特に、ね、はい、力を入れているのが焼き菓子、焼き菓子が好きなので、うんうんうん、へえ。最近ね、オープンしたばっかりで、うんうん、宜野湾市の野岳の方ですね、はい。まあ地域の方はご存知かと思うんですけど、うん、上原交差点の方から蔦屋とか、ある通りですね。でモスバーガーがあって、うん、その斜め向かい、ね、はい、そうですね、ありがとうございます。はい、道の名前がないんですかね、あそこって。あの辺どうですか、自分あの辺が詳しくないんで、ね、うん、僕説明するときにいつも大変なんで、ね、そうですよね、うんうんうん、大変そう、説明するとき、うん、地元の方は割とあそこよく通るんですけどね、うんうん、あそこ通って北中のインターチェンジに行くとか ね、 ね、高速の通りとしてよく使うんですけど、まあ、モスバーガー野田家店とかね、うん、検索すれば出てきますし、うん、あ、そうですね、そこに向かえばいいですね。はい、まあ、でもフェイスブックでサニーサイドケークスさんありますから、あ、はい、それで地図ね、チェックしてもらって、うんうんうん、いつオープンされたんですか。去年の9月ですね、9月の23日だったかな。あ、はい、9月23日、はい、10、11、12、あ、じゃあクリスマスと、また初クリスマスで初、はい、バレンタイン、はい、ですね。クリスマスとかもめっちゃ大変だったんじゃないですか。そうですね、結構お客さん来てくれたので。うん、はい、寝る時間ないって言いますもんね、よく。そうですね、はい、またこれからバレンタインデーですからね。はい、やっぱりオープンしたてっていうとまだ認知度的にね、やっぱりまだ知らないじゃないですか。そうですね、はい、それはどうされたんですか、オープンの時の告知とか。告知も本当にビラ配りとかやろうと思ってたんですけども、はい、結構 いろんなことで忙しくて何もできないまままだ今日に至ってる感じで、はい、近所の人でもあ、ここにケーキあったんだって言って入ってきてくれる人もまだ未だにいるぐらいで、うん、前はピザ屋さんかなんか。そうです、そうです、はい、すごい。ピザ屋そこの場所がってことですか。そうそうそう、ピザ屋さんの跡地をそのまま改装して。そうなんです。実は僕近所なんですよ。マジですか。だから詳しいですよ。あ、そうなんです。めちゃくちゃ。あの辺に住んでるんですね、リさん。あの辺に。だからよくモスバーガーとか打ち合わせで利用したりとか。もう家から歩いてもう 2,3 分なんで。マジですか。そうそうそう、よく利用してます、ね。じゃあうちも席があるので打ち合わせに使ってください。ああ、いいですね。あった。いいですね、ケーキ食べながら。いいですね、うん、はい、ね、まあ今月はね、特にバレンタインデーってことで、うん、今日は本当に風間オーナーに、うん、カメラ見えますかね、ね、ツイキャス出る人はちょっと見えますかね、持ってきていただいて、うん、みきちゃん後でね、食べるね。ラッキーだね、テンション上がるね。うわー、すごい、いただいちゃいました。これはクッキーとね、これかわいいですよね。わ、これ見せたいな。うん、ね、クッキーのお人形っていうか、うん、これ、あ、見えるかな。これね、絶対絶対ね、喜びますよ、これ。はい、映ってます。うん、かわいい、ね、これは2個セットっていう形で。これバレンタイン出るんじゃないですかね。あ、マイク入ってなかった。バレンタイン出ますよね、これね、すごいかわいい。蒸気にさったらこれ開けましょうか。はい、これは何ですか。これはもう一つの方は
うちであの人気のある、うん、チョコレートのケーキの中にラズベリーの生チョコを入れてるパウンドケーキあるんですけども、それをハート型に。やばいね、美味しそうだね、はい、これセットですごいいいですね、バレンタインに、うん、ラズベリー。このあのクッキーの、はい、あのクッキーちゃんの下は何ですか？下はあのラズベリーのタルトですね。やばいですね。へえ。うまそう。うわうわ。ちょっと温めちゃったんで。あ、美味しそう。すごい。うわ。これめっちゃうまそう。今食べたい。めっちゃなんか濃厚っぽい。そうですね。ほとんどチョコレートで作っているので。うん、その中にラズベリー。はい。へえ、すごい。映ってます、映ってます。うん。食べられてくださいよ。いや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 、すごい。これセットで絶対バレンタインに喜ぶ ね、うん、かわいい。チョコの方は単品でも売ってるので。ああ。あれはもう一つのあのチョコのさっきのラズベリーが入ってるっていうのは、はい、ホールでも売ってるんです。これあの大きさ的にはこれぐらい。パウンドケーキの細長いので、はいはいはい、売ってあります。これね、かわいいあの箱にケースに入って、うん、ね、このままプレゼント、ね、うん、しても絶対嬉しいと思います。可愛いリボンがついてて、うん、これでおいくらなんですか？これはセットで1000円です。 お、ね、お手頃で、まあね、あの本当に手の込んだこれ、ね、風間さんが作ったんですよね。そうですね、はい、あのクッキーもすごい、すごい。それとあと今日また差し入れで、これはこれも焼き菓子。わあ、わお。待って、リキさん自分にも見せてくださいよ、まず。一人で、一人で興奮しないでくださいよ。おおおおあ、リキさんマイク入ってないと思いますよ。一人で喋ってますけど。やったー、すごいね。こんな感じの焼き菓子を、ちっちゃいの、何種類あるか、6から7種類ぐらいを、へぇ、はい、力入れて作ってます。うわ、すごい。うわ。いや、僕はあの、こう見えて、うん、こう見えてってどう見えるか分かんないですけど、甘党なんですよ。お酒も好きだし、うん、こういったケーキも好きだし、うん、スイーツ関係も大好き。いやー、これやばいね。ね、美味しそう。はあ、めっちゃうまそう。まあ、こういうね、本当に手の込んだあのケーキ作ってますんで、うん、ぜひね、あの、うん、バレンタインまだあの決めてない方、うん、ね、自分の手作りっていう形で、うん、いいんですかこれ。いや、それはバレちゃうね、すぐね、うん、これプロが作ったんだろうってバレちゃうけど、でも本当にね、綺麗だし、うん、ぜひあのバレンタインで使ってほしいですね。めっちゃいい匂いするね、うんうん、みきちゃんもう本当によだれよだれって。いやー、すごい、な、やこれは。でもあのね、風間社長ははい、あのどっかで修行とか、うんうんうん、あ、はい、一番長かったのが那覇市のボンファンっていうケーキ屋さんで、はい、うん、修行させてもらってました。何年ぐらいですか？うちで8年ぐらい。へえ、はい、はい、その前は専門学校とか行ったり？いや、専門学校は行ってないんですけども、あ、通信教育で勉強したりとかはしました。じゃあもう夢はもう本当にパティシエっていうか、そんな感じ で、ね、はい、もう自分でお店を持つんだみたいな。はい、そうです。すごいな。風間さんってあのご出身はどちらなんですか？ね、自分も思いました。生まれたのはあの神奈川県なんですけども、はい、いろいろ札幌とかも転々としてまして、はいはい、で一応おばあちゃんの家が滋賀県にあるので実家は滋賀県っていうふうには言ってあるんですけど、うん、で母はあの沖縄県の津堅島っていうところの出身なんで、あ、わかりますか？人参ですか？人参。そうです、人参の島です。旧姓は神谷とか金本とか。トナキですね。トナキさん。はい。リキさん今日調子悪いですね。どうもね。調子悪いな。いや、あの津堅島に結構あの同級生とか、あ、そうなんですか、知り合いがいて、うんうんうん、あの神谷旅館とか。はいはいはい。で、深夜旅館もあるのかな。あって、うん、あのよく行ってたわけ、学生の頃も。あ、そうですか。津堅島なんか船が1便しかないんですよ、ね。今は結構ありますね。あるよ。あ、そうなんですよ、うん、あの高速船で15分、うん、15分か18分ぐらいで、うん、まあ、あっという間に着いちゃう。あ、そうなんだ、うん、今早いし、うん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 、あのね、キャロットアイランドで人参で有名だし ね、はい、ね、美味しいですよね。美味しい、甘い。もう夏場もやっぱり人気があって、うん、
どっかな、佐敷マリーナあたりからかな、うん、ジェットスキーとか、うん、バナナボートとかダーッとこう引っ張って、うんうんうん、紐でつなげて、うん、引っ張って持ってきて、うん、向こうで遊べるんだけど、神谷旅館とか、うんうんうん、ビーチの方で、神谷旅館もう自然がね、うん、本当に残ってて、うん超綺麗だし、うん、でキャンプとかまあ泊まってもね、うん、夜は夜で肝試しとか、うんうん、もうね真っ暗になるからそうですね面白いんだよね、いやー懐かしいな、行ってみたいな、行ったことないんですよね、あもう絶対行った方がいいです、うん、行ってみたい、津堅島いいよ、はい、おすすめです、うん、いいですね、津堅島には本当詳しいんだけど俺、うん、いやもうだからね同級生がいたから、うん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 、同じ高校時代ハンドボールをやってる仲間が津堅出身で、うん同級生2人と先輩1人、うんうん、3人とも津堅島で、でそれで監督が、まあ、よくね連れて行ってもらって、うん、向こうでビーチパーティーとかやって、でこの監督がスーパースタースーパースターっていうかなんかもうスーパーマンみたいな、うん、何でもできる監督で、うん、もうなんか網となんか持って、うん、海にダーって潜っていったら1時間ぐらいにものすごいこうサザエとかいろんなのサザエというですねわーっと持ってきて、うん、みんなで網で焼いて、あめっちゃいい、だ憧れたね、かっこいいですね、こんなとこ行きたいな、監督かっこいいかとか何でもできるわけ、うん、スポーツ万能だし、うん、国士舘出身で、うん、で、まあ、僕らにはハンドボールを教えてたけど、うん、もうバスケからバレーから何でもできるわけ、うん、国士舘では機械体操やってたらしくて、うんうん、機械体操っていうのかな、調和とか、うん、床運動とか、うん、ああいったねことを競技として専門でやってたらしいんだけど、うん、何でもできてて、うん、で唯一その監督ができないことは、うん、妁娠して子供を産むことそれ以外は何でもできるっていう、そのぐらいのスーパーマンだったわけ、でその監督に連れられて津堅島行った時は、うん、もう本当にね、サバイバルで楽しかったね、いい思い出がいっぱいある、いいですね、自然溢れてるんですね、そこの出身なんだお母さん、そうですね、はい、行ってみたいな、もう連帯感が強くて、津堅島の人がいるっていうだけで津堅島の人が来てくれるぐらい、うん、連帯感が強いですね、津堅島の人は、はい、うん、なんかね本当に郷土愛もあるし、はい、あでも津堅島って旧正月だよね、そうですそうです、はい、昨日は母だけも休みにして、うんうん、津堅に行ってまいりました、うん、僕ら学生の頃は、うん、津堅島行くじゃない、うん、そしたらこれ行っていいのかな、いいよね、何でもいいですよ、もう行っちゃってください、この番組は何でも行っていいんだ、何でもいいです、ナンバープレートのない車が結構走ってる、はいはい、多いですね、へ、津堅島ですか、うん、はい、これいいんですか、いやもう当たり前だと思ってます、音良くないんだけど、警察はいますか、駐在の警察官は、うんうん、これをね、まあ、捕まえちゃうと、うん、島にいられなくなっちゃうからマジですか、うん、うるま市の警察署が、うん、港まで来て、うん、で警察の船で、うん、津堅島まで行くわけよね、うんうんうん、たまに、うん、でもみんな知ってるから、うん、港から今津堅に向かったよって言って連絡が行くから、うん、みんな乗らないじゃん、絶対捕まるわけない、マジですかすごいな、津堅島さん、オフレコじゃない、オープンレコだよこれそうなんですか、まあ、そういうとこがねまたいいんだよね、やっぱ島の連帯感っていうかさ、うんうん、面白いですね、うるま警察来たよって言って、うん、あ分かったって言って、うん、生プレートついてない車乗ってる人はもうそこ置いておいてみたいな、うんうん、すごい面白い、まあね本当にのどかなっていうかね、本当何にもないと、うん、小中学校でももう全校生徒もね何十人も少ないしね、うん、ほとんど今もう本当にね出てくるから、うんうん、めっちゃホタルとか見えそうですね、どんなですか、ホタルいたかな、ホタルはいないかもしれない、ね、すいませんでしたなんか自分で勝手に今ちょっと想像を膨らましてましたでも人参本当にうまい、うん、なんか津堅島のこの人参を使ってとかなんかそうですね、考えてるんですけど、まだもうそろそろですかね、なんかいっぱい間引き人参みたいなのいっぱいもらえるんですよ、人参の収穫時期が、うん、4月5月とか、うん、この辺りなんだよ、うん、
ほっと詳しいでしょ、うん、しあの同級生があの人参 の, あの親が畑やってるから、うん、たくさん送られてくるわけ。でその中の、うん、もう100本ぐらい入ってるこの人参、うん、すごいですね。自分の家 の, 家の前に、うん、あのサンタさんみたいに置いとくわけ、うん、あの駐車場に置いたからねってメールが来たり。あでもめっちゃいい。そう扱いがすごいんですよ、津堅島の人も。人参の扱いがすごいんですか。それが 甘くて美味しいんだよ本当に。うん、食べたことありますよ、うんうん、美味しかった。ジュースとかもね、うん、とっても美味しい。いいね津堅島、うん、あ盛り上がっちゃったね津堅島、うん、なんかねデザートができるんだったらめっちゃいいですね、うん、あのもう一つね、ミニ知識として、うん、あの津堅島っていうのは、うん、あの古くは、まあ、今はそうじゃないけど、うん、あの長葬って言って長葬、うん、あの人が亡くなるじゃない、うんうん、で土葬とか火葬とかあるじゃん、うん、津堅島はあの、東の奥の方は、うん、あの海の岩場みたいになってて、はいはい、うん、そこにあの、まあ、人はあまり行かないとこなんだけど、うん、そこにあのご遺体をね、うん、置いて長葬してたわけ。うん、これ今も昔今は、いや今じゃないよ、うんうん、昔ね。びっくりしました。昔って言ってもあの戦前直後まであったんじゃないかな。長葬、うん、だから珍しいわけ、うん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 、土葬とか火葬はね今はもう普通に、まあ、土葬も今沖縄っていうか日本でもないと思うけど、うん、やっぱちょっと文化がなんかちょっとずあの違うっていう、うん、あの辺の津堅島とか、うんうん、浜比嘉とか、うんうん、浜比嘉の人もあの同級生いるんだけど、はい、もうめっちゃハーフな顔してるわけ、うん、目の色も違うし、もうハーフの顔だけど本人ハーフじゃないってわけされてた。いや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 、あのおじいちゃんとかおばあちゃんとかだったんじゃない、この顔は絶対ハーフだよって言っても違うってわけさ、はい、そのまたひいおじいちゃんおばあちゃんにもいないってわけ、うんうん、でも明らかに、うん、あの津堅じゃない、あのその浜比嘉とか、うんうんうん、あの辺の人たちっていうのは、うん、ハーフっぽい顔の人が結構いるわけ。へでそれをあの、まあ歴史学者のね、うん、ある人に聞いたら、はい、もう昔だよだいぶ昔、うんうん、今はあの、浜比嘉も橋が通ってるけど、うんうんうん、橋もない頃、うん、でヨーロッパ系のね、うん、あの人たちがあの移り住んでたらしい。へ昔昔その地が流れてんじゃないかなって。マジですか、言ってた。すごい、いろいろね、なんかあのケーキの話から歴史の話になってる。得意科目じゃないですか。リキさんのちょっと戻そうか、はい、結構ほっといたらもうね、あの行きっぱなしになっちゃうんで、行きっぱなし勉強になりました。もう今いろんな島の話しようかなと思って、あ、またまた止めないとと思ってちょっと乗ってきましたね。ちょっと乗ってきましたね。ああそうなんだね。でもね、風間さんのお父さんはじゃあ転勤族だったのかな。そうですね、はい、あんな全国いろんなところ。そうですね、札幌と一緒に行ったのは札幌ぐらいですかね。札幌行って滋賀県行っただけですね、はい。で沖縄は何年ぐらいですか。沖縄は自分が20歳ぐらいの時に来たので、もう18年ぐらいいますかね、はい。なぜ沖縄でお店を出そうって思ったんですか。そして沖縄来てから、うん、このケーキ屋さんみたいな仕事を作るようになって、はい、まあ、やるからには自分でこんなケーキあんなケーキ作りたいなっていうのを、皆さんやっぱりそれを夢見てやってると思うんで。そうですよね、はい、うん、あ、ライブが止まったみたい。こっち、うん、来てるかな。あ、まずあっち上ストップしてから、すいません。そうそう、こっち、うん、これこっち止まってして、これですね、スタートして、はい、すいません、まだ慣れてないです。で上の OK、 あ、もう一回クリックして、うん、クリックして、で上に出てくる、ね、上の OK、 はい、すいません風間さん。すいません、まだ不慣れなもので。まあ、うん、ということで、まあ、前半はね、取り留めのないあの話でしたけど、一曲ね聞いてもらって、またあの後半、ゆっくりまたお話聞きたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、
はい、はい、はい、あの後半はね、はい、また風間さんに、うん、いろいろ伺っていきたいんですけど、ね、まあ14日のバレンタインデー、うん、ちょうど日曜日にはね、うんうんうん、当たってますけど、だから特別なキャンペーンとかっていうのはやってます、うん、キャンペーンではないんですけど、やっぱりこの特別な、バレンタイン用の商品を、はい、用意しましたので、限定、これですね、はい、限定商品、箱に入った、ね、プレゼントしやすい、うんうん、ね、かわいいあのクッキーの、ね、これかわいいです。これは型で作るんですか、このお人形さんみたいな。お人形さんはちょっと自分で作ったクッキーの型で抜いて、はい、作ってますね。かわいい、うん、なんかハートのね、あれをなんか抱っこしてるような、そうですね、クッキーで、ね、かわいい、はい、この形を作るのはちょっと難しいんですけど、ね、なんか食べるのがね、もったいないような感じで、うん、すごい、うわ、ね、しばらく眺めてから、うん、シャンパン飲みながら、めっちゃニコニコしてるじゃないですかびっくりしました今見たい今の顔俺の中の乙女心がちらっと出ましたねめっちゃニコニコしていやいやいや、うん、本当にあのスイーツ系ね大好きでね、うん、なんでかなと思うんだけど、うん、いいですよね、幸せな気持ちになりますもんね、うん、お酒も大好きだけど、うん、ね、よくお酒好きな人はね、あんまり甘いの食べないとかって言うけど、カズマさんはどうですか、お酒とか飲みます？あのたくさん飲んで酔っ払うってことはないですけど、うんうん、あの洋酒とかああいうのは結構好きですね。お、はい、じゃああれなんですね、飲む酒飲む人は甘いもの食べないっていうのは嘘ですね結構俺の周りでもあの、ね、お酒飲むけど、うん、チョコレートもよく食べるとか、ね、最近甘党のなんか男性多いですよね、なんかよく見る気がする、うん、あの昨日のテレビかなんかで、うん、なんかね、デート DV っていうのをやってて、うん、でその、 あの1000人にアンケート取って、はい、男女半々でね、うん、そしたらあの今の現代は、うん、男性が、うん、あの女性に暴力を受けたとか、うん、あの暴言吐かれたとか、うん、あの性的やあれされたとか強要されたとか、うんうん、女性にされてんだよね、男性のだからその相談が増えてるわけ。本当ですか、うん、女性を上回ってた、びっくりした俺。だから一昔前から、うん、あの草食男子とかって、うんうんうん、言ってたじゃない、うん、それがもうあの数字に出てたね、うん、デート女性が、うん、デート DV ってね、昔は男性が女性に対する暴言とか、うん、暴力とか、うん、まあ、性的ねあれとか、うんうん、強要とかってそんなの、あの女性の被害が多かったんだけど、うんうん、男性被害が多かった。まあね、みきちゃんはそんなことやらないと思うけど。いや、どういう意味ですか、自分もしないですよ自分で振ってくださいよ、振り越えてみきちゃんとこ行くってどういうことですかそこ飛んできよったね今びっくりしましたよ今、振ってくるかなと思ったら、チークはでもやりそうじゃないかな。違いますよ、やらないですけど、多分今の話聞いてる上では あれだと思いますよ、あの草食すぎてもうしっかりしろよと、シャッキッとせえっていう感じのカツを入れてるんじゃないんですか。たまにはやれそうな感じが、うん、それはやりますよ。たまにはやれよって、そうそうです、やりそうな感じが聞かれて、今日やりたいんだからやれよみたいな、うん、男だったらみたいな、そうそうです、それはもういいじゃないですか多分それを勘違いしてるんです世の中の男どもがそう、はい、すいませんね下ネタあ、ところであのご結婚、はい、してます、はい、お子さんは、まず子供ができないんですけども、あ、子供はもう4年目ぐらいですね。あ、はい、ね、お子さんができるとね、うん、奥様も一緒にお店の方いや一緒にはやってないんです。あ、そうなんですね、はい、さっきなんかお母さんとやってました、ね、そうですね、母はいるんです、うんうんうん、でもいいですね親子で。よくさ、このシェフとかパティシエとかこの料理人っていうのは、うん、はい、例えばあの寿司職人とかはあまり和食を食べないで、うん、スパゲティとかカレーライスが好きだわけ。 あの、あと洋食の、 あの料理人は、うん、この和食を食べに行くわけ。うん、
うん、まあ日頃からそれに接してて味見もしてるから食べてるからかもしれないけど、うんうんうん、そういうのってよく話聞くんだけど、うんうん、どうなんですかパティシエ。僕もあんまり甘すぎるの、甘いのあんまり好きじゃない。そうなんですか。やっぱり、うん、マジですか。やっぱりそうでしたか。自分の作るケーキは食べますけど、食べれるというか好きですけど、うん、はい、あんまりそうですね、よそ行ってこれ美味しいなって思うことあんまないです、ね、あ、じゃあもうよそでなんだろう、こういう甘いものを食べ歩きとか、うん、もうよそで見て、ね、はい、あの目をキラキラさせたりとか、さっきのリキさんみたいに、はい、ああいうのはないんですか。する店にできるだけ行くようにはしてますけども、はい、へえ、そうなんだ、はい、ここの店のこれが美味しいっていうのはあんまりないです。うーん、はい、酒蔵とかさ、うん、そういうところも、うん、下校の人が多いだし、うんうん、へえ、そうなんだ。ああ、特にチョコレートとかあんまり好きじゃないんで。マジですか。だからこそ美味しいのが作れるよって言ってくれる人もいるんで、はい、あ、そういうことか、はい、チョコレート嫌いな人でも食べれるチョコレートを作れるっていうのはあるのかなって思いますけど、うん、意外。だからいい酒蔵の、うんうん、まあ、オーナーとかね、それ、うん、酒作ってる人も、うん、やっぱ下校だからこそ、うん、下校でもぐっと飲み口がいいとか、うんうん、こういったのを作れるとか、その分逆になんか敏感、そうですね、繊細というか、うん、はい、あ、そういうことか。でそれが酒好きだったら、うん、会社を潰しちゃうとかね、もうガンガン、うん、お酒の商売してる、まあ、お店ね、スナックとか、うん、ああいうところでも好きだったらもう自分の店のガンガン飲んだり食ったりしたら、うん、ダメじゃない。そうですね、うんうん、なんかそういうのもあるのかなと思うんだけど、うん、あ、やっぱそうなんですね。でも味見は本当にいっぱいするんで、うんうんうん、オープンしてから10キロぐらい太ってしまいました。マジですか、はい、でもこれで太ったんですか。6キロぐらいか、はい、あ、そうなんだ。このじゃあパティシエになろうと思ったきっかけは何ですか。もともと船乗りやってたんですね。へ、はい、会員学校卒業してでちょっと船酔いがひどくて、船が、うん、めっちゃ可愛い理由じゃないですか。専門学校まで行ったんですけど、うん、やっぱり船酔いがひどくて、うん、実際働いてみたら、うん、1年ぐらいで辞めてしまった。ちょっと待ってください、リキさん笑いすぎなんだよ。いやいや、これね、うん、面白いね。でも僕もさらっと言ってるけど結構大変だった。船乗り目指してたけど船酔いがひどくて、海が大好きでやっぱ津堅島とかに行ってたんで、海が好きで、はい、うんうんうん、でせめて沖縄に、母もホーチンに住んでたんで、うん、沖縄に帰ってきて、うん、なんか仕事やろうかなって思った時 にパン屋さんに入って、はい、でそれからケーキ屋さんやって、うん、面白いなと思って、うん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 、で開業に至りました。うん、あ、もう作るのが楽しかったんですか。そうですね、なんか小手先が器用というか、自分で言うのもあれですけど、なんか自分で何か作って喜んでもらうのは子どもの頃から好きだったので、うんうんうん、うん、いいですよね、はい、やっぱりこうやってね、いろいろ人生の中で、うん、思いがけないあれで自分のね、転職っていうのを見つかるんだね、うんうん、きっかけですよね。そうですね、うん、あれで船酔いをしなかったら今頃、はい、ね、マグロ釣りに行ってるね、マグロ漁師さんで今日ゲスト来ててかもしれないですね。いやいや、本当に何がね、うん、きっかけになるか分からないですね。うん、すごいですね、自分のお店もちゃんと、ね、立ち上げて、はい、そうそう、まだ本当に、去年の9月に、ね、オープンしたばっかりなんで、うん、ね、宜野湾市の皆さん、あるいはこれ放送ね聞こえてるところの方はぜひ、ね、足を運んでいただきたいなと思いますね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、真っ白なこの入り口で、うん、すごい分かりやすい、はい、もう中もとても綺麗に作ってもらったので、うん、ね、席も結構あるんでしたよね、はいはい、あ、席が8席あってテーブルも4席ある、うん、あるので、うんうんうん、はい、ぜひね、はい、ぜひのんびり来てもらったらなと思います、うん、真向かいに惣菜屋さんがあってね、うん、そうですそうです、うん、その隣がモスバーガーだけどうん、うん、ちょうど惣菜屋さんのも真向かい、すぐ向かいですか。向かい、うん、この惣菜屋さんがまた人気があるんだよ。そうなんですよ、朝の5時過ぎから人がいっぱいで、うん、弁当屋さんですか、じゃなくて惣菜、あ、弁当屋さん、うん、建築業の人とか、うんうんうん、朝早いじゃない、うん、もういっぱいしてる本当に、そんな結構ね見かけてはいるでしょうね。このそしてもうみんな、うん、うちの店の前に車を止めて弁当屋に、うん、そうそう、もうあそこはもうね、ある時間も1、2時間はもうずっともうひっきりなしだから、そうです、うん、
結構ご存知ですね。安くて美味しい、うんうんうん、あの弁当屋さん。ボリュームがすごいですよ、ね。ボリュームもすごいし、あの8人ぐらいのおばちゃんがもうバーって働いてて、すごいんですよ。もうどんどん作ってる、その作ってる横からガン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 売れていくから、うん、夜中から作ってますからね、うん、あの人たちはね。すごい人気の。あの弁当屋さん、うん、だからあれだけ、まあ、あの道でねあれだけ集客あるから、うんまあ、そのお父さん方も、うん、やっぱりお子さんとかね、うん、あのいるはずだし、うんうんね、向かいにあ経験がある、うん、子供に買っていこうとかね、うんうんうん、そういった、ね、ことにもなると思うし、そうですね、なってくれたら嬉しいです、うん、集客があるってことは ね、 ねあの宣伝になってると思うんで、うんうんうん、サニーサイドケークス、はいうん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはサニーサイドってあの、目玉えサニーサイド、そうです、サニーサイドアップ、ね、は目玉焼き、はい、目玉焼きの焼き方ですよね。うこれはただうちはその 日の当たるケーキ屋さんみたいな意味でつけたんですけども、うん、いつも心に太陽を僕の名刺の文句ですね、うん、いいですね。なんか笠間さん、あの歌のお兄さんに似てるって言われたことないですか？ああ、わかります。自分もずっとさっきから言いたくて。何お兄さんだってわかる？歌のお兄さん。歌のお兄さん。そう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 、あの体操とかやる。めっちゃ似てる。ずっとこれ言いたくて、うずうずしてたって。あ、よく言われます？はい、よく言われます。ですよね。はい、もう笑ったら全くですよ。あ、そう。ね、爽やかで。イケメンでね、うん、爽やかで。甲田真にも似てるってよく言われます。甲田真、あ、似てるかも。誰甲田真って誰？演歌歌手です、ね、うん、似てるかも。でもやっぱり歌のお兄さんだな。みんなねツイキャス見てください。ああツイキャスなんか来てるんだ。あ、それそれそれです。こんばんは、ケーキ屋さんだ。ひろみちお兄さんですね。あ、ひろみちお兄さん、はい、あ、そうですね、そうですね。ありがとうございます。そっか、ふくこ、うん、あの、まあ、いつもあの聞いてくださってる、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。一服堂さんですね。お、そう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 、ありがたいです、うん、まあ、これからね、サニーサイドケークスさん、あるいは、まあ、風間さんとして、はい、どんなんですか、お店をどういうふうにこう展開していきたいとか、なんか将来の夢展望とかってありますか？うん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 、いいですね、夢展望、はい、とりあえず店を出しました、はい、でこれからどういうふうにやっていきたいかとか、まあ、とにかく商品をいっぱい広げているのと、うん、まあ、お客さんに喜んでもらえればそれでいいので、うんうんうん、まだ全然お客さんも少ないですし、うん、もう開店前からお客さんが並んでくれるような繁盛店にしたいなっていう、うん、いいですね、のはとりあえずの目標ですね、うん、でも普通だったらまあメイン通りっていうか、うん、そういうところにやっぱり出店しそうなんですけど、はい、なぜあの場所にとかって、あの場所メイン通り、まあ物件ずっといろいろ探してたんですけど、はい、なかなか飲食店 OK の物件とかって少なくて、はい、はい、であそこの道僕もよく利用していて、はい、パッとピザ屋さんの看板を下ろしたのを見て、もうすぐ、はい、不動産屋さんに、ここが車も止めやすいんですよね、うん、不動産って言うんですか、うん、そうそう、一応駐車場も大きいところも隣についていて、はい、あ、なんかピンとここだなって思って、うん、もう不動産屋にお願いして、最初はもう飲食ダメって言われたんですけども、うん、手紙書いて大家さんに渡してくださいってお願いして、はい、なんとか熱意が通じて今借り出てる状態。すごいですね、いや、どう、逆にね、ああいうあの場所がいいかもしれない、うん、よくメイン通りっていうのは、はい、まあ、58号もそうですけど、うん、高速車線じゃない、うん、みんな結構スピード出して走るから、この目の前のこの通りもそうだけど、うん、そうするとね、どんな店があるかってあまり意外と知らないんだよね、うん、確かにそうですね、バーって通っちゃうから、うん、であそこはまあ片側一車線で、うん、そんなにスピード出す場所でもないし、うん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 、逆に住宅街っていうかね、うん、やっぱり生活に生活の中にこうやってお菓子とかケーキとかあったらいいじゃない、うん、あの辺家族多いから、うんうんうん、団地とかも誕生日とかね、お祝い事とかね、そこでね、やっぱり定着すればね、うん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 、であとはよくね、お土産とか、うん、差し入れとかで、うんうんうん、ね、持って行ったりするじゃない、うん、
僕も一時期あの飲食やってたんで、あ、そうです、そうちょっとだけね、うん、パーラー、パーラーやってたんですよ。で、まあ、その経験がちょっとあるんで、うんうんうん、やっぱり嬉しいですよね。差し入れで持っていくから、ね、何個ちょうだいね、こういうの嬉しいですよね。嬉しいですね、うん、でこうやって伝わっていったら、うんうん、ああどこのケーキ屋さんとかってね、だん徐々に徐々に、うんうん、ね、認知度が上がっていくわけだから、うん、それが楽しみですよね、はい、うん、いやもう最初でもオープンしたての時すぐ気づいたわけ、はい、あ、ピザ屋さんが亡くなってな、改装しててって、うんうん、あ、ケーキ屋さんがオープンしてるってことで、うん、あのオープンのね、あの花があるじゃん、うん、こっち胡蝶蘭とか花がバーってなって、はい、あ、オープンしたんだと思って、うんうん、あの実はすぐ寄ったわけ。あ、そうです。寄って、力さん、おりこ寄ったら、おりこ、力さん、あのガラスケースにあまりケーキなかったんですよ。そうなんですよね。うん、でもよく考えてるなと思った、うん、オープンしたてで、うん、ガーって作っちゃっても、うん、認知度が上がる前に作っちゃって無駄になっちゃうじゃない、うん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 、だからだろうなと思って、うんうんうん、まずはあのいちごショートケーキ、うん、買って、そんなニコニコして言わないでください、お願いですから。いや俺が食べてたあのお袋にね、あ、好きだから、うん、あのいちごのショートケーキ好きだから、うん、お袋に買ってあげた、うん、美味しいっつって。あ、そうですか、よかった、うん、実は自分も行きますね、すぐお客さんで買ったので。ありがとうございます。、まあ、本当に近所だから、あ、うん、あの辺なんですね。そうそう、OK です。で、まあ、今日のねきっかけはあのね、自分の、まあ、商工会青年部にも属してたし、宜野湾の、うん、いろんなあの地域 の、うんうん、あのあれに属、ね、関わってるんで、うん、それで、ある後輩に、はい、連絡したら、うん、あのぜひ紹介した人がいるからってことで、うん、あ、ありがとうございます、うん、そしたら、あ、うちの近所じゃんと思って。よかった、つながるんですね。よかった、つながるんですよ。だから最近引き寄せがすごいんで、うん、僕も引き寄せが半端じゃないんで、もういろんなのが今くっついてきてて、ね、もうなんか風までくっついてきちゃった。まあ流行に敏感だから。そんなのいらんかみたいな。ということで、さっきの一服堂さん、この間から FM 宜野湾気になってて、うん、2週間ずっと聞いてますって。ああ、そう。いや、見てますって。ありがたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。一服堂さんは沖縄の方ですかね。あ、わかんないです ね、沖縄の方だったらもうね、ちょっと、うん、このサニーサイドケークスさん、ああ行ってみてください、ね、よろしくお願いします。ケーキもめっちゃ美味しそうです、はい、なんかあのリスナープレゼントとかあるんですか。そうですね、あ、いきなり、はい、FM 宜野湾を聞いてきましたって言ったらとか。そうですね、はい、そうで、おっと、来ましたね、はい、これ自分が言っても通用します。ダメ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 、え、ダメですか。FM 宜野湾を聞きましたか、レッツ深呼吸を聞いてきましたってことで、うん、期間も限定した方がいいですよ。あ、そうですね、あのバレンタインまで、うんうんうん、はい、あ、一服堂さん残念ながら京都、京都ですね。あ、京都ですか。あの配達行きますよ。行かない、行かない。ごめんなさい、勝手に。まあ、じゃ あ、 あのバレンタインの日ま で、 そうです、ね、何人ぐらい来るかで分かんないとあれなんですけど、まあ、この焼き菓子を、まあ、言ってくれた一つどれ、ショーケースが大きい中で選べるので、はい、好きなものを一つっていう感じで、お、プレゼント、はい、プレゼント、おー、いいですね。いや、何かいくら以上買った方にじゃないと、ただ、ね、ただもらいに来ますから、ね。あ、じゃあこの、あの1000円のセットね。あ、1000円買った、うん、1000円のセットを買っていただいた、いいですね、このセットを買ったら1個じゃ焼き菓子がついてくるんですね。あ、はい、うわ、いいんですか。これいいと思います。ね、最高ですね。プレゼントを本当食べたいじゃん、自分が、うん、あ、そうですね、それ1個食べれるっていいじゃん、うん、いいですね。あ、一服堂さん、これ配達しますよ。ということで、もう本当にあの、あっという間に時間来ちゃいましたんで、あと、うん、早いです、もう30秒もないんですけど、うん、ね、今日は本当にあの、サニーサイドケークスさんの、風間一太郎さんがね、うん、ゲストでした、ね、ありがとうございます、行きますね、自分も絶対、ね、ぜひあの皆さん、うん、寄ってください。はい、よろしくお願いします、ね、ハッピーな、何何かあのバレンタインでありますように。それではさようなら。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、最後慌てたな。